スターチオがどういう思いでこういうふうにおっしゃったのかっていうと心境はあれば分かんないですね。分からないですけど、私もあの東京で行われた素材さんの記者会見に聞きに行きましたけども、その時にいくつか質問しましたけど、その時にも私も感じたのはものすごくやっぱりこうかばってらっしゃるとかスタッフサイドがある可能性が高い。